今回紹介するのは生きし世の面影という本です。私にとって重要なのはありし火のこの国の文明が人間の生存をできうる限り気持ちの良いものにしようとする合意とそれに基づく工夫によって成り立っていたという事実だ近代にものされた違法人によるあまたの文献を省略しそれからの日本が失ってきたものの。 意味を根底から問うた大札1999年度和辻哲郎文化賞受賞目が開かれた思いです幕末から明治初頭にかけて大勢の外国人が日本に来てそれぞれ驚きの目でいい文化と接してそれを細かく記録していましたその記録が現代の私たちの目から見ても新鮮に映るのは すでに日本が明治時代に世界に越して近代化を成し遂げ、当時日本を訪れた西洋人たちと同じ目線になってしまっていることを改めて思い知らせられます。当時の日本列島のあちこちの人々の底抜けに明るい、何にでも受け入れてしまうおらかさ、しかも節度を保ち、 卑屈にならない態度は訪問した欧米人たちの感動を呼びましたそのことを今の我々は誇りに思うことさえできますもちろん懐疑的な批判的な見解も同時にあったことも並立的に紹介されている戦後の教育で育った私たちはむしろこちらの見解がさもありなんと受け入れてしまうところがある しかし当時の人々の考え方や行動が分かってくると当時の芝居寄せ小説絵画などが改めて別の見方ができるようになるように思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします